のライフ受験時から精神で IDMI 才能頭がバーンナッシュトゥルースギリギリにならないとスイッチが入らないタイプ固くなら飼いならせ前にならえの理屈はいらない憂鬱なまで宇宙せなくたりに慣れてオフライデー誰も知らない涙もあって舞い上がれこの情熱よ解き放て天井下するそんな時代はもう終わりでしょうぜ血が騒ぐほどの好奇心エナジーしてもっともっとどれも俺を動かしてんだ小さい頃からなんですけど、はい、なんかこういうちょっと入った路地を入ったとことかでもなんか昔からすごい好きなんですなんかね発見じゃないですけど、うん、なんかね普段見てる世界とは全く違う世界があるんじゃないかなとかって言ってもう本当これは本当小さい頃からなんですけどよく路地裏に忍び込んでこう
ロマンチストだね。なんかね、普段自分がこう目にしてないものがなんかその路地裏になんかあるんじゃないかなっていう好奇心をこう駆り立てるような気がするんですよね。面白い話ですね。なんか本当小さい頃からそれはそうなんですよ。これでよく迷子になってたんですけど。はい、お疲れ様です。すいません、待ち時間長くてありがとうございます。ありがとうございます。ジモさんのその謙虚さを記録していって日本一謙虚なドラマーとして。それどうなのかな。それであのラウドなバンドね。俺はよーみたいな、こういうね。こんなに立派なラックのドラム久しぶりです。無駄に並べてるっていうね。後でまたコメントいただきます。はい、ぜひお願いします。電車はしかしよく来ますね。来ますね、さすがですね。電車っていうのも東京の一つのね、東京スラムですよね。ね、ちょっとさっきも話したんですけど、ちょうどね、ちょうど2月ぐらいだったかな、俺が東京に初めて上京したのが。で、初めてその東京という街に足を踏み入れたのが、もうかれこれ、10年前で。ね、本当ね、長いこと人生やって、ね、でまたこうやってメンバーもそうだし、ファンの方ともね、また巡り合うことができて本当に幸せな人生だなと思います。まずやっぱり一番思い浮かぶのはやっぱドリーマーですね。大藤さんが曲を書いてきて、まあ彼は割ともうきっちりとそのでラララだけじゃなくて、もうアレンジとかもほぼほぼ決まった状態で作ってきてくれるので、それからね、ペンを取って本当にね、本当30分ぐらいだったと思いますよ、あれは。一気に書き上げちゃった。一気に書き上げましたね。一気に書き上げた。で、ね、その中でもやっぱり歌詞の一つ一つがそのありきたりの言葉ではなく、なんかこう表現としては自分なりにはすごくいい表現ができたんじゃないかなっていう言葉とかもあるんで、やっぱりまず最初にやっぱりドリーマーですね。2曲目はどうだろうな、2曲目はやっぱり絶対に誰もかな。あの曲はその楽曲の内容が好きだとか、歌詞の世界がどうだとか、歌がどうのとかっていうのを取っ払ったところで、本当にそのジーグとして何か歩み出した瞬間というかね、ちょうどそのスラダンのタイアップがついたっていうのも大きかったし、本当にあの曲を通してジーグ知ってるっていう方もたくさんいるし、3曲目ですよね。3曲目はそうだな、3曲目は何だろうな。でも俺個人的にはラブソングですね。最初で最後のラブソングですね。で、まあこれも絶対に誰ものカップリングでやった曲なんですけど、人生でね、初めて書いたラブソングなんじゃないかなと。なんか、で、特にね、俺好きなのは、ワンコーラス目の B メロの、二人の今間違いじゃないって、まあ自分で書いときながらなんですけど、なんか、愛って難しいじゃないですか。いろんな形の愛があって。でも、ね、周りからいろんなことを言われる恋愛もあると思うんだけども、愛し合ってる二人がやっぱり間違いじゃないっていう確信を得れる愛っ
って素敵じゃないかなと思って、まあなぜああいう言葉を使ったのか全く覚えてはないんですけど、なんかあのフレーズっていうのを聞いた時に、なんか久しぶりにそのね再始動になって、まあいろいろファンの子たちがその YouTube だったりああいうのに上げてくれてるのをちらほら見た時に、あのラブソングを久しぶりに聞いて、その二人の今間違いじゃないっていうフレーズが出てきた時、俺泣いたんですよね。なんでか、なんか泣いたんですよ。なぜかわかんないけど、うん、なんかそれはちょっと自分にリンクしてる部分もあるのかもしれないですけどね、その間違いじゃないっていう、その間違いじゃないっていう言葉っていうのが非常に大事だなと思って、うん、まああえて3曲目はラブソングで、うん、何ですかねなんかあのすごくよくあの言葉とそのメロディーラインっていうのがうまくこうね噛み合ってるっていうのも一つの理由かもしれないし、そのアレンジ的な部分もそうかもしれないんですけどね、でも、うん、なんか自分の中ではすごく忘れられない瞬間でしたね。自分の曲を聴いて自分で泣いたっていう、この時間が必要だったかな。当時からそのライブとかでもやってたしね、まあ人気は結構ある曲だとは思うんですけど、割と自分の中ではそのなんかこういろいろ書いてきた中の一つの曲に過ぎなかった的な部分はあったんですけどね、でもその時間が経って改めて聴き直した時に泣いたんですよ、うん、そんないい話してる時に東京スラムは山手線、まあ、いい話が、これもまた東京ということで、うん、東京スラムでね、東京スラムでまずはねノイジービートかな、そのセカンドアルバムのタイトルチューンの楽曲、あれちょうどだから制作に入って、まあ、割と高山が初期の頃にね最初に書き上げてた曲で、まあそこでねスタジオでジャムってる時にすごく大いに手応えを感じて、プレイするたびにねもう毎回こうワクワクする曲としてはもう、ずっとプレイしてたい曲かな。あとはそのそうだな「So What」、「So What」はもうまあ、割ともう高山なんかも歌詞書いてくれた時にもね、もうゴンちゃんええ感じいったっつってね、うん、もうバッチリ決まったっつってシャウトしてくれて、でやっぱりこう結構歌詞を今見るとすごくシュールなことをね当時も言ってんだけど、やっぱ今にも通じるというか、なんかそのそこがなんか不思議でもあり、あとねプレーがね早いからねテンポがねしんどいですけど、うん、でも やるたびにワクワクする曲かな、うん、あとはもう本当にまあドリーマーかな、そのセカンドアルバムのねドリーマーって楽曲は当時作曲した時もその当時ライブでパフォーマンスしてた時もこんなになんかね時間を経てこう長く愛してもらえる楽曲ね、やっぱりこうねたまにそういう長く本当に息長く愛してもらえる楽曲にね、いろんなバンド僕も大好きな曲いっぱいあるけど、その中でも僕らジーグにとってドリーマーっていうのは、まあ高山のさっき言った歌詞の世界観もそうだけど、うん、やっぱりこう今にもこの時代にもねなんかこう通じるというか、うん、今パフォーマンスしてもこう胸にグッとくるっていうのは不思議な曲だなと思ったりするのと、うん、なんかこう根底に流れているそのなんてすごくポジティブなメッセージがドリーマーっていう言葉に集結されてるのかなと思うとね、うん、まあよく本当に当時あの楽曲が生まれ パフォーマンスをしてファンに愛してもらい、今もまださらにずっと長く愛してもらえる楽曲っていうのはもう、うん、本当にまあラッキーなチューンですねやっぱ、うん、はい、お願いします。
素敵、うん、バンドの皆さんたちは休憩で、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。たまらんね。どうやってどうやって椅子動くんだから 危ないでしょ。とか B メロはさ、あれがいいかもしれない。やっぱワンテイクツーテイク目ぐらいの感じが、うんうんうん、ちょっと抜いて歌ってる感じがあるから、うんうん、そっちの方がいいかもしれない。広がりを持たせたいのかも、うん、サビはもう今ぐらい出ててもいい感じかもしれない。 A メロ B メロとかちょっとバランスとか、うん、バランスとか、うんうん、人生の中で何だろう、何かな、趣味って言うとちょっとなんかいい加減、うん、でもなんかそれぐらいのなんか領域でもいいのかなって感じしてますね。うん、楽しい、うん、そうですね、うん、やっぱ何かを正直に一番言える場所、もう嫌なことは嫌とかこれかっこいいとか、うん、なんかすごい不思議な感じしますね。やっぱそんだけ濃かったのか、え6年みたいな、うん、今思うとそれ以上にやってるプログラムとかもあるわけじゃないですか、うん、思います。なんか不思議な感じ、まあ追い先長くないと思うので違う、そういうことじゃない。いやでも分かんないね、まあコロナもありますしね、だから見れるうちに見ていただきたいですし、僕たちもやれるうちにやりたいなっていう、うん、ところはありますね、うん、ちょっとまた会えるのをぜひ皆さん楽しみにしています。これは結構大きなテーマだと思うんですよね。考え方をすごいこう柔軟にしてくれた、そういうバンドっていうんですかね。だからずっとまあベースも弾いてて、まあ、それ以外のこともそうなんですけど、どっちかっていうとまっすぐに辿っちゃう人間なんですけど、自分やってからこう基本は自分、今までの自分じゃない自分をっていうのもやっぱ作らなきゃいけないとか、その時にこう割り切るっていう言い方がいいのか悪いのか分かんないですけども、すごいことも柔軟になって、そこからそのまあ何をやるにしろ、考えるにしろ、行動するにしろ、まあ、とりあえずこうやってみてっていう、この一歩が踏み出しやすくなったっていう、多分これがなかったらもう固い人生一本筋みたいなだったと思います。すごいやっぱ財産ですね、やっぱ僕にとって。今まで躊躇してるようなことも、まあ、まずはそんなのはよくて、とりあえず一歩踏み出そうみたいな、そこがなんかやっぱ今やっぱ巡り合えた一番の財産かもしれないですね。そこでこうどんどんこうぶつかり合って、うん、本当にもう自分が変わった、変えさせてもらったっていうのかな、うん、っていうバンドですね。自分未来のメンバーに、うん、まあ、みんなこう一度まあ解散して、まあ十何年経って巡り合って、やっぱこうまあ、ちょっと変わったなっていう部分もあるし、変わってねえなっていう部分もあるんですけど、もう今のメンバーとまあ自分も含めて、例えば10年後20年後なんですけど、もう変わらずにいたいなっていう、本当にそれだけですね。今のままでいてほしいです。ベースの加藤でした。バイブス。未来のジグのメンバーへ、そうだな、まあとにかくいい年を取っていきましょう。本当に。それぞれ4人。ずっとね、離れ離れで、まあ何十年か、20年近く離れて会わない時期があったんですけどね。まあでも、本当にお互い60、70、まあ、いければ80。
になった時に、相も変わらずなんかこうこのメンツがいると楽しいだろうなっていうのはなんか再始動をきっかけに思いましたね。なんでしょうね、でもやっぱ仲間ですよね、単純に仲間です。うん、友達ではないし、かといってその仕事仲間、仕事の同僚とかっていうのでもないし、もう本当にシンプルに仲間、あのメンバーだけじゃなくてやっぱりスタッフもそうだし、ファンの子たちもね、あの全て含めてやっぱ仲間だなと思いますね。でやっぱり何よりもそのライブやってる時のね、ジグを見てくれてるファンの子たちのその笑顔っていうのが、何事にも変えがたい幸福ですよ。うん、あれはやっぱりその逆に言えばステージに立ってるものしか見れない光景ですからね。当時やっぱりその90年代に僕らね、若い20代で青春をぶつけ合って、もう汗も涙も本当にぶつけ合ってやっぱり20代を過ごして、もうやっぱり生きがいというかね、G5終わってからっていうか、ずっと割と制作の方はね、まあソングライティングやったりとか、まあ、アレンジやったり、まあ、ギタリストとしてはもちろんだけど、まあ、サウンドプロデュースやったりとかして、割とそのものを作る喜びでずっと奔走してて、で CK50 っていうのもね始めたりなんかもして、ずっと長い時間、まあ、後藤浩二単体としてもね、まあ、本当にこう、とっても素敵な音楽ライフをずっと来て、でこの年齢になって、それでふっと振り返った時に、ジグをね、例えば後藤のことを存じてくれてる人たちが、あの元ジグのねとか、EXGのねとか、昔やってたんだってスラムダンクのみたいなことを言われるたびに、ちょっとずっと違和感があって、まあそれはまあ 元だったりだったっていう過去形でくくられることに対して、そのジグがすごく居心地が悪くなってて、でなんていうのかな、もう僕ら自分で言うのも変だけど、この過小評価されたこの空気感を、僕らが一番かっこいいと思えるロックを培った年齢とノウハウと時間でもうちょっとアップデートできるに違うかなと僕は特に思ってたから、まあそこでやっぱりみんなが OK っつってやって、一緒に音出して、そこがもう手応えがもう本当にもう確信できた瞬間がたくさんあるから、まあ生きがいっていうと臭いけど、そんなに誰もが持ち得ない宝物だと思うね。やっぱり例えばその僕ら特にやっぱりその若いね青春時代にそのプロキャリアとしてのロックバンドをずっとやってたっていうその歴史を背負って年齢重ねて、でもう一回それを取り戻すっていうそこのプロセスが叶ったから、そこはもう本当にラッキーだったし、あとはもう年齢もそうだし、ポジティブな意味なんですけど、まああとどれぐらいメンバーと何か一緒のことができるかっていうのも、まあ、無限じゃないっていうのも分かってるから、そこをもう本当にこう噛みしめるようにこれからちょっと時間重ねていきたいなと思ってるし、まあ、この昨年のコロナなんかもそうだけど、これもなんかちょっともっと時間が経った後に僕ら4人が振り返った時に、まあ、僕らもやっぱりこうそれの2020年を過ごしてきたから、で、まあ、こうやって今日また会えてるから、そこはもう本当になんかこうとってもいいエピソードとして、なんかこう僕らの中でも消化できるような気もしてるから、まあそこはねなんかこう、なんかまあ全てが愛おしい感じですかね、やっぱね真っ先に思うのは、まあそのいかにジグとしてどんなロックができるかなっていうことはもちろんなんですけど、まずは元気で、もう本当に再始動の時に本当に僕は一番もう禁じ手のようにね、もう心に戒めてたのは、まあ、誰か一人でも欠けたらもうこれはなしだと思ってたから、この4人でできることをその無限じゃないっていうそのなんかいい意味でのその制約感の中で、まずはみんな元気で、なんか一個一個一回でも多く、その自由としての時間を重ねられる時間がねたくさんあればいいなっていうことがもう何よりかな、去年特に思ったそのコロナのことを思っててね、Zoom で定期的にみんなでメンバーでねそのミーティングしてたんだけど、やっぱりこう4人セパレートした画面でね4人が映るとね、最初はね元気かからスタートするね、無事かっつって、
だからまあそれぐらいやっぱりこうメンバーとかねそのっていうこと以前にやっぱりもうねブラザーだし、真っ先に思うかなやっぱり、大丈夫
じゃあ時間的にもこんな感じですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日はベースの加藤が誕生日お暇なんで、この年になってプレゼントなんかね、うん、開かないんだけど。あ、ピックだ。あ、ありがとうございます。こんないただきました。これありがとうございます。かっこいいじゃん。かっこいいね。あ、俺まだどこで拾うから大丈夫。俺全然投げないから。あ、まあまあ、あの欲しかったらまたマイクスタンドからもらう。あ、ありがとうございます。ポッシャル、まあ、じゃあ、ケンちゃん、書いてもらうの、うん、はい、藤本はいない。はい、目の前でメッセージ書くタイミングで伸ばしてたの。そういやと、あそこにご本人いらっしゃいます。見たら怒られる。やっぱりなんか当時の映像とかを見るとすごいタイムマシンで戻ったような、後藤さんとかもよく言ってますけど、あの時の自分たちに声をかけたかったとか、なんかそういうのをやっぱすごく思うので、もう当時はいろいろぶち当たったりとかいろいろあって、まあ、バンド仲間とかメンバーとかでしたけど、今なんかその辺通り越してなんか戦友みたいな感じな気がするんですよね。だからなんか別にまあ仲良し小良しじゃなくてもいいんですけど、長く、まあ、せっかく当時ぶち当たってきたメンバーなので、家族というのか戦友というのか、まあ、長くやれればいいなっていうのはちょっと思ってますね。うん、おじいさんになるまでみたいな。まあテンポどんどん落としますけども、50ぐらい。まあせっかくこう出会って一度別れて再結成して、まあ、まだちょっと今この、ね、世間の状況がまだ厳しい状況ですけども、うん、まあでもこの4人だったらなんかずっと、まあ、楽しい時間を過ごせると思うんで、まあ、このままとりあえず楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、とにかく楽しかったですね。、うん、初めての経験だったんですけど、でもね、いろんなこうちょっとご協力していただける方がたくさんいて、あっという間の一日でしたね。機会があったらもうぜひやりたいですね。うん、まあ、なかなかこっち側でこう動いててもなかなか 見づらい、まあ、見えにくいと思うんですけれども、一応こうポイントとなるところではこう情報とか、まあ、SNS なりで発信していこうと思うんで、まあ、皆さん今後も引き続き温かくジーグを見守っておいてください。よろしく。とにかくね、もうメンバーでね、いい年の取り方したい。うん、若い時にはね、夢にも思わなかったけど。、うん、ね、ありがとうございます。ありがとう。ちなみに今日はどうでした？いや、もう最高やね。もうね、やっぱり4人揃うといいよね、本当に。うん、ずっと念願だったから、うん、叶う瞬間が1個でも多い方がいい。うん、OK、 ありがとうございます。ありがとう。はい、お疲れ様でした。やってみてどうでした？いや、非常になんかこういう経験って貴重だなというのと、あとやっぱり、ね、こうやって若い世代の人たちと一緒になんかいろいろこうものを作っていく機会があるっていうことは幸せだなと思ったし、楽しかったですよ本当に。なんかお互いこう勉強になったというか、うん、やっぱりあのほら、俺自体がちょっと話外れるかもしれないですけど、今の若いやつはとかそういうことってあんまり言いたくないんですよ。うん、俺らもその時代があったわけだし、今の若い子は本当に若い子ですごく柔軟性があるし、なんかね、そういううまいことその
ね、時代時代を生きている人たちとの融合ができればね、素敵な世界になるんじゃないかなと思います。どうなんでしょうね、それは特別でも、なんだろう、最終的にここに行きたいよねっていうものがないことが、続けられるなんかこう一つの要因じゃないかなとは思ってます。なんか一つの目標を決めずに、自分たちの感性とその気持ち的な部分と、あとやっぱりそのね、楽しみに待ってくれてるファンの子たちの期待に応えたいっていう気持ちが、俺らのモチベーションを上げてるんで、なんか逆にこうしたいよね、ああしたいよね、あんな感じでやりたいよねっていうのはなんかもうないですよね。もう本当に生まれてきたもの全てを音にして届けられればなと思ってます、ね、本当に世の中世界大変な時になりましたけど、まあ、またね、すごくガラッと生活だったりが、ね、コロナが収束しても変わる可能性もあるけども、やっぱり音楽はロックはね、もう無限なので、本当にみんなで楽しみながらまた、同じ空間でね、楽しい時間を味わいたいなと思ってます。本当にみんなそれまでね、体に気をつけて、コロナに気をつけてね、楽しみに待っててください。お願いします。